あれ、うわー、マジかー、ごめん。おはようございます、 TJ 予報機です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は大失敗の紹介をします。先日野原から分割群を作ったんですよ。分割群というのは群れを増やす方法の名前なんですけれども、の一つの名前なんですけれども、野原にできていた大台を別の箱に移して、そして野原の中にいる他の蜂たちも別の箱に移して、そこで新しい女王蜂を育ててもらって、それで新しい群れにしようと思っていたんですが、大台の赤ちゃん、大ワンですね、が巣枠のこっちが上でこっちが下で、ここについたものをこの中に仕込んだんですよ。それでちょっと嫌な予感がして見に来てみたら、大台が壊れてました。これは同じ失敗を特に養蜂を始めたばかりの人にしてほしくないので詳しく解説すると、大台って大きいと3センチぐらい伸びるんで、こんな下にできた大台を育てようと思っても巣の底まで届いてしまうんですよね。なので巣枠を持ち上げた瞬間に大台が壊れて、そして中の女王蜂の幼虫はもうダメになってしまうと。だからもうやり直しですよ。5日間分ぐらい時間を無駄にしました。なんであってなったかというと、そこに大台の蓋の部分がもう接触してしまっていたんですね。なのでもし壊さなかったにしても大台は大きくなれずに、中の女王蜂はおそらく発育不全を起こしていたと思うんですよ。やらかしました、本当やらかしました。久しぶりに分割して群れを増やそうと思ったらこのざまですよ。はあ。でこれをどうリカバーするかというと、これは僕が養蜂を始める上で最も驚いた話なんですけど、通常の巣箱には女王蜂が1匹いるんですけど、女王蜂がいなくなった状態を無王群と言います。で、無王群になると働き蜂は24時間以内に気づいて、あ、女王蜂がいないと、新しい女王蜂を作らなきゃと言って大台っていうのを作るんですね。で、大台は何からできるかっていうと、産みつけられて3日以内の卵を無王群の中に入れておくと、中にいる働き蜂がロイヤルジェリーは、働き蜂、幼い働き蜂から分泌される特殊な成分なんですけれども、それを与え続けて、同時に特別に大きなピーナッツの殻みたいな巣を作って、それでそこで女王蜂を育成するんですね。なのでもし女王蜂が死んでしまったとしても、女王蜂の残した卵から新しい女王を作るっていう習性があるんですよ。で、それが分蜂であり、それを利用したのが分割なんですけど、なのでこれをリカバーする方法はもうこの大台はダメですから、このように中にロイヤルジェリーが詰まってるんですけど、もうダメです。なのでこれはこれでもう放っておいて、ここにもう一度そちらの野原から産みつけられて3日以内の卵の入った枠をここに1枚入れます。なので分割リセットですね。その作業をやりたいと思います。もともと野原から作った分割群だったので、やはり野原から新しい卵を入れます。ちなみに今アカシア蜜を狙っているんですが、どうでしょうね。ちょっと蜜を見てみましょう。目ざとい視聴者の方は気づくかもしれないんですが、これ10枚の箱なんですけど9枚しか入ってないんですよ。その理由がここの隙間です。こことここの隙間、ここを大きくしておくと、蜜蜂が巣を分厚く持ってくれるんですね。分厚く盛ると蜜がたくさん溜まる、プラスまだこれはかかってないですけど、ああ蜜溜めてるな、よかった。うん、いい匂い。分厚く持ってくれると蜜蓋を剥がしやすくなるんですよね、採蜜の時に。なので作業効率を上げるために、僕は継ぎ箱にはなるべく9枚にして、巣枠同士の間を通常よりも多めに取るようにしています。で、新しい卵をもらうんですが、新しい卵はこの継ぎ箱には入っていません。なぜなら隔応板が入れてあるからですね。なので隔応板の下から新しい卵の入った枠を1枚もらいます。よっ。
これが白鸚版です。それで新しい分割群を作るために新鮮な卵の入った枠を移動するんですが、その時に気をつけなきゃいけないのは女王蜂を移動してしまわないようにすることですね。その前にもし大台を作っていたらそれを利用した方が 2,3 日早いので先に大台探そうかな。よし、お、大台発見、これ使おう。今この巣枠に大台を発見したのでこの巣枠をそのまま入れようと思います。ここに一つ、これはもう上にできているのでどっかにくっついてしまうことはないでしょう。そしてもう一つはこちら、このお台も蓋がしてあるのでこれ以上大きくなって地面にくっつくことはないのでいいと思います。で、大台のついた枠っていうのは本当に丁寧に扱わないといけません。例えば蜂を振り落とすシェイクを大台がついた枠でブンってやってしまうと中で女王蜂がさなぎがこうゴロンゴロンって転がって傷ついてしまう、足が折れてしまったり羽が曲がってしまったり、そういう女王蜂が生まれてくることがあるんです。僕何年か前に確か動画でもあったんですけど、あれなんか羽がひん曲がってる、もう1ヶ月以上待ってようやくできた女王蜂の羽がひん曲がっていてもうがっくりしたことがあったんで、これを見ている、そして養蜂を将来やろうと思っている、そして女王蜂を作ろうと思っている人は大台のついた枠は超丁寧に扱うように心がけてください。僕と同じ失敗をしないでください。本当にね、女王蜂、せっかくできた女王蜂がダメになると本当ショックなんですよ。本当ショック。よし、じゃあ当初の予定通りこの巣枠を丸ごとあちらの分割群に移します。よし、大丈夫だな、女王いない。ということで奥から3番目にこの大台のついた枠をそーっと入れます。これでこの分割群は OK で、今他の蜂がついてて喧嘩しないのかっていう心配があると思うんですけど、もし今入れた巣枠に飛べる蜂がついていた場合その蜂は飛んでこちらの巣に戻ります。それで飛べない蜂、生後2週間程度の蜂っていうのは外に出たことがないので今移動しただけでこの巣箱に定着するんですよね。でもう少し働き蜂が欲しい場合はここに働き蜂を振り入れます。そうすると同じ理屈で飛べる蜂は慌てて戻りますし飛べない蜂はここに留まって子育てなどをしてくれます。ただ分割群っていうのは飛べる蜂がとても少なくなってしまうので餌を集める能力というのが低いです。つまり蜂蜜や花粉がびっしり詰まった枠を1枚2枚入れておくことが分割群を作るときに必ず必要になることです。もし餌枠が持ってない場合は給餌箱にたっぷり砂糖水、濃いめの砂糖水、1対1の砂糖水をたっぷり入れて上に花粉パテ、あるいは練った花粉などを置くことが必要になります。そして女王蜂を作るために大台を作らせるときも必ずそういうリソースをしっかり入れないとしっかりした大台を作ってくれないので、女王蜂を作る際にはナースビー、飛ぶ蜂よりもナースビーがたくさんいることが必要なのと、あとはリソースが必要なこと、それがとても大事です。じゃあこの巣箱は野原の娘、このまま16日間、いやそんなかかんないな、もうあれが完成してるから10日ぐらい開けません。この後新しい女王蜂が生まれて無事交尾飛行に出て戻ってきて産卵を始めてくれたら分割群ができるということになります。参考になりましたでしょうか。そして枠を1枚抜いたのでここには1枚枠を刺さないといけません。ああそうだ、ここに大台作ってたからこれは潰しておかないと。もう女王蜂はいるので先ほどできていたこの大台は除去します。よし、先ほどあちらに卵枠じゃなくて大台のついた枠を1枚移動したのでこちらに1枚新しい巣枠を補充します。よし、じゃあ最後に大切な工程をもう一つ紹介したら終わります。よし、よっ、うん、野原いいっすね。野原だけでアカシア蜜どうだろう、これは15、6キロ貯めてんじゃないかな、いいと思います。で最後なんですけど分割群にもうちょっと蜂を補充したいと思います。蜂を補充するっていうのはどういうことかというとナースビーをもうちょっと増やしておきたいんですね。なぜなら
あちらの巣箱の中にはこれから蜂がどんどん生まれてくる枠も入っているので、餌やり係も必要なんですよ。なので蜂を振り入れて補充しようと思います。で、蜂を振り入れて補充するときに簡単な方法が一つあって、巣箱の中に直接蜂を振り入れてもいいんですけど、飛べる蜂が中で喧嘩をするといけないので、飛べる蜂はここでもう出てってもらうために、隔王板の上にある、つまり女王蜂が絶対にいない巣枠から蜂を振り落とします。蜂蜜が入ってるんで重いんですけど、そうすると何が起こるかというと、飛べない蜂はこちらの巣箱に入ってきますし、飛べる蜂は元の野原に戻っていくんですね。これで少なくともナスビ、子育て蜂の補充は5、600匹できます。で、この蜂のマーチングは結構可愛いんですよ。まあご覧になって分かるように、飛べない蜂たちはこうやってマーチして戻ってくるんですね。飛べる蜂はもうブンブン飛んじゃってます。で、飛べない蜂ってどうやって見分けるかっていうと、刺さないことですね。こういう若い蜂ってのは触っても全然平気です。だいたい箱入りましたね。1000匹ぐらいは補充できたかと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。